ぐの方が、そうですね、まっすぐ飛ぶっていうよりかはちょっと山なりになって飛んでしまって、でも回転はかかってると思うんですけど、ちょっと爆発的な威力がないかなっていう感覚です。花木さん、両方取ってみてどうですか？そうですね、リグミックスの方が深くてちょっと抜けた時がある。ゼロ号ペナジーの方が確実に沈むみたいな、リグの方がちょっとすっぽ抜けるっていうわけじゃないですけど、たまに沈まない時が、なので取ってたら多分リグの時はまあ面がこれくらいでこう合わせるんですけど、ペナジーの時はやっぱちょっと被せてこう押さえないと自分はですね止まんないかなって感じなんで、回転ではやっぱペナジーの方があるかなと思って、気持ちちょっとまあボールが浅いのはやっぱちょっとペナジーの方が浅いんですけど、安定は多分ペナジーの方が押せるかな、沈み具合がちょっと強いかなと思って、鉄はフォアにテナジーで、フォアにテナジー、両面ディグじゃなくて、ただなんかディグニクスをディグニクス05をフォアで使ったことがなかったんで、あんまりなんかあんまか深くは考えてなかった、こだわりなしかただテナジー05ハードが自分にちょっと一番合ってるなって思ってたんで、それに変えてないですね。フォアディグはどうなの？実際自分でやってみて。いや、悪くはないんですけど。何が足りない？テナジーに何が勝てない？ゼロゴーハードの方がちょっと硬いんで、僕、インパクト、ちょっとシュートで強く当てるタイプなんで、硬めのラバーの方がしっかりといいボールがいってるって感じします。硬さだけ？硬さだけじゃないでしょ。なんか飛び方とか、台上とかいろいろあるんじゃない？釘だわ。じゃあ、あの違いの分かる男、荒木さんが次フォアを使って、ちょっと場所交代です。いえいえ、ちょっと考え直しです。何なんですかね、ゼロゴーハード。だから荒木さん、いろいろ試して、はい、今ディグのゼロゴーがフォア、はい、単純に一番飛ぶからっていうのと、あと自分は逆にですね、上にスイングするんですよ。なのでボールがまっすぐ飛んで距離を安心感を持たせて自分が山を作ってあげるみたいな感じですね。で、自分の場合こう弾いて打っちゃうと力がないので棒球みたいになっちゃうので、まあ癖として自分はやっぱり山を作ろうという意識でスイングしてて、でそれで、ディグニクスの方が距離も出ますし飛ぶので、その力をラバーで、で沈めるのを自分の力でっていう意識で打ってます、うん、じゃあフォアドライブお願いします。裏面側で打ったらどうなります？ゼロ、いや、フォアです。ゼロ号フレックスですけどね、それは。ちょっと弱々しいです。軽く振ってちょうどいいぐらいかな。打ちすぎると、ミントンポッコンでいくような感じで、強く当てると落ちちゃう感じであれば、薄く当てた方が、軽くなる。いや、軽いです。ちょっと遅いですね。遅くて軽いですね。リグの方がしっかりとインターボールが反発してる感じですかね、テナジーよりも。イメージは。なるほど。はい、なんか強いボールを強いボールで打つときはあんまり変わんないんですけど、ちょっと緩いボールとかを打つときは相手のボールを利用できないので、自分はディグニクスの方が飛ぶから、そういう時ちょっと打ちやすいかな。軽いこう緩いこういうボールじゃないんですけど、ちょっとこうチャンスボールを打つって変ですけど、緩いボールを行く時にやっぱ初速はちょっとこっちの速いイメージがあるので、で深く行ってくれるんで楽かな。でも手なじだったらもちろん山はできるんだけど、しっかり自分で打たないといけないから、時間がないチャンスボールじゃないですけど、ちょっと緩いボールの時にリグニクスの方が楽していい球が出るイメージがあります。
多分逆っすね。僕どちらかと言ったら荒木さんはディグニクスの方が緩い球に対して、うん、強くいけるって言ってたんですけど、まあ05ハードっていうのもあるんですけど、うん、僕的にはディグニクス05よりもテナシー05ハードの方が緩い球とかは強く威力のあるボールがいけるんで試合の時に決まりやすいかなって。なんで僕バックにディグニクス05でフォアがテナシーなんですけど、フォアが結構爆発得意なんで爆発的にゴンゴン打ってって、バックは逆に安定志向のディグニクスで安定してラリーをするみたいなタイプで選んでます。じゃあ次あのバック、あもう一回ファイルなしなんだ。えどういうこと？ダメですか？コメントだけ。コメントだけ。ちょっとディグをもう少し出してください。ゼロハードがカウンターしづらくて、もう増加したら、まあ、ラリーが怖くなったらミートしたくなるんですよ、上がるから。カウンターしたらこう上がりそうで、たぶんスイングスピードが違うから。そうなんですね。ちょうど倍ですよ。スイングスピードスイングスピードが違う。荒木さん早いっすよ結構。いや早いっす。それ今ディグで打ったじゃない、はい、05ハードで打ってみてバックを。そうそう、どうなっちゃう、もっと掴むのかな、うん、こっちが来ますね。来ますか、バック来ます。全部05ハードに来ますか。でもそうですね、試合になったらちょっと緊張した時に硬いんで強く当てないとちょっといいボールがいかないっていうことで、多分緩く打ってもディグニクス05の方が回転がかかって安定できるし、ブロックもカウンターも非常にやりやすいんで、まあ、そんなことないよ、多分05ハードでもできるよ。いやできるっす。でも僕の腕がちょっとないっす。じゃあちょっとあの荒木さんがフォアドライブ打つんでブロックブロック05ハード、05ハードでもいい。あ、すいません。実際にさ、ごめんね、鉄の顔見てるとあれこれ変わんなくねみたいな感じ。いや、その通りです。どっちがいいんですかね。両面05ハードがいいかもしれないですね。変わんなくねって顔するもん。さっきみたいな余談ですけど、さっきみたいにちょっとこうラリー中のなんですか、ちょっと時間があるときはでこう緩くなったじゃないですか。あの時は05ハードの方が沈んだ分安定したかなって。ちょっと山あスーッて飛んでいっちゃう。リグニックスの方が。でも力入っちゃうでしょ、ゼロゴーハード入っちゃうで。いや、そうそうそう、そうですね。おー、じゃあ、答え違いの分かる男にします。いや、全然。いや、なんでこんな分かんねえの。荒木さん、バックがゼロゴーフレックスですね。はい。やっぱ05フレックスにしてるのはちょっと柔らかい方が安定もするし、
まあ、軽い力で引っかかるし、そうですね、あとはまあ守備の部分でもコントロールしやすいしっていう、はい、そういう部分ですか。はい、まあ、そんなに振らなくても形上ちゃんと回転がかかってくれる、自分であんまり振ってなくても思ってる以上にかかってくれて、すごく強い回転はかかんないんですけど、緩い回転で振った時はディグニクスとかちょっと硬いやつになると緩く振ったらもうかかってもくれなくて沈むんですけど、ゼロゴーフレックスだったら軽いスイングでもそれなりの軌道を作ってくれるんで、一番まあ安定するというか楽に振れるラバーです。まあ安心して振れる感じです。じゃあちょっと逆にしてディグで振ってみます。ディグどうなりますか。ディグでもいいですね、結構。そうですね、コースが分かってて時間があったらディグニクスがいいと思います。時間がなかったり余裕がなかったり難しいボールの時は振れない時は柔らかい方がそれなりに回転かかるんですけど、ある程度余裕があって自分に余裕があって振れてる時はディグニクスの方が打ってる感じもやっぱりしっかりいってくれてる感じがします。受けた感じ結構違う。いや、ディグニクスの回転はワンコースだって感じでは変わってます。本当か。本当です、本当です、本当です。だからまあ荒木さんディグの方がバックはいいんじゃないかってちょっと悩んでましたよね。そうですね、一回ちょっと試してはみたいですね。ただラバーが05フレックスが軽いっていうのもちょっとあってですね、なのでもし裏にディグニクスチャレンジするんだったらアツとかディグニクスの05じゃなくてディグニクスの80とかそっちの方でチャレンジしてもいいかなと思ってます。実際あれですよね、もうスイングスピードと振れるか振れないかになっちゃいますよね。そうそうです、時間があるかないかですね。そりゃ両面ディグニクスの方が威力も出るし、はい、いいボールも出るけど、うん、振れないからしょうがないっていう部分ですよね。そうですね、間に合わない、間に合わない。あとまあ台に入ってくれるっていうのが一番なんですけど、あれ そちらはそちらの人はいや、わかんないっす、うん、もう間に合わないことがないからじゃない、鉄の場合は。いや、よく変えないよ、なんでください、何も言えないの。もう、志田企画、鉄呼べないわちょっとマジで多分わかんないです、本当にここまで来ても。ディグとテナジー05ハードの違いがわからない。一緒じゃない一緒じゃない。ディグニクスが滑る感じはするんですけど。あ、そうですね、打ってて、たまになんか試合の時にまっすぐ行きますよね、なんかポポッと落ちる時があったり、なんかスイートが滑るみたいな、そういう時は結構僕は困るなと思うんですけど、その辺は多分05ハードが一番安心感はあるんですね、くっついてくれる。そうですね、ディグニックス、うん、両面ゼロゴーハードにしますすいません、もしかしたらラケットを少し弱めにしてディグだったらまた少し違うかもしれないですね。アウターのラケット変えられないでしょ。僕もラバーも用具も何も変わらないです水谷純は8年間使ってるんで何も変えられないです。人選を間違えましたいや、やばい、本当に。僕もテナジー、ディグはいいんですけど、間に合わなかった時の棒玉加減がちょっと ありますね。あと、なんか暴発して強く当てすぎちゃってミートでどっか飛んで、うん、どこ飛んでっか分かんない、台に収まってくれないっていうのがあったから、本当ワンコース練習だったらうわこれすごいってなりますけど。そうですね、だからこそあれなんですよね、もうトップオブザトップが好む、はい、もう技術力があるから、うん、回転けど大事にする一般層だったらテナジーの方が優秀かもしれないです、ね、
あの、うん、上がるは上がるし、そうですね、はい、あの引っかかりっていう部分では、うん、ゼロゴハード相当引っかかるもんだよ。最強っす、最強っす、最強ゼロゴハードでチャレンジしてゼロゴとかしたらゼロゴ使えない人ちょっとありかもしれないんです。あ、僕ゼロゴハードに変えてからゼロゴ全く使えなくなったんで、あやばすぎる、やばいです。なんか打った時に食い込みすぎてネットミスとか、カウンターの時とかがよくあって、これ硬いんでなんか負けないんですけど、ゼロゴールにしたら柔らかくてヒッヒッて落ちたんです。高橋の意見ですペナチリグはラバーもそれなりに軽いんで、ドイツラバーに比べたら、はい、そうですね、そういう意味でペンホルダーもテナジーとか結構助かりますよね。そうですね、両面貼るときはゼロゴーフレックスをもうちょっと神様的にスイングが悪くてもって言うんですよ、スイングができなくてもそれなりのボールが行ってくれる一番のラバーだと思います。裏面には持ってこいです、ね、はい、裏面、はい、まだ全然自分できないので、やっぱこれで助けられてる部分がたくさんあります。じゃあ締めの言葉をゼロゴハード最高